ら妄想感傷大少年で愛を抱いて理想を叫んだ行き場のない愚者のメロディ。やめて、いじめないで、いじめないで、やめて。いやもう帽子かぶってくれてる。嬉しい。絶対殺そう。絶対。ちょっと味変と言いますか、まあ、せっかく偶数なんで、はい、まあ、ちょっと面白いゲーム一個考えたんで。来た。なんだろう。お願いします。なんですか？半々ゲームっていうね。半々ゲーム。はいはい。半々の名前。12人いるんで66か、この中で6対6に分かれるような事柄を1個言って、うん、6対6だったら自分の釣りたい人1人釣れるってのはどうですか。あ、いいね、おもろい、おもろい、おもろい。1個ちょっと僕あるんですけど、まあ、うん、外しても別になしで、別に次の人行ってもらうみたいな感じ、うん、あ、オッケーオッケー。この中で、うん、髪を染めているNow で今染めてる、今染まってる人、今染まっている、自分は染まってます。あ、じゃあ染まってる人はスキップに入れましょう。はい。あ、なるほどね。染まってない人は、はい、染まってない人は押さないっていう感じで、で投票の数見て、なるほど、どっちが多いか予想してさ、手足さんに入れない。ちょっと待って、待って、どっちか、どっちか、なるほどね。いや、それは待って、待って、やり損、やり損だから。染めてる人がいるんだよ。いや、待って、染めてる人はスキップ、染めてる人は、髪染めてる人、スキップ入れようや。髪染めてる人はスキップに入れよう。染めてる人スキップ。染めてない人は12人のうち誰かに適当に入れればいいんじゃないですか。ああ、じゃあそうしよっか。誰かに適当に入れます。なるほどね、適当にでいいんだよね。適当にね、適当に。そうですよ、適当に。なんか20あったりがなんかマウス大丈夫、大丈夫、きやすいな。染めてる人が6人いればいい。全然違う。もっとやりたかったのに、このゲーム。いや、そんなに染めてないの、みんな。みんな髪黒いやん。半々か。白髪染めなんか。次、じゃあ、しょうさん、なんか。俺か。うん、いいんちゃう？そうだな。6票以上獲得すれば釣られないんで。確かに。あ、そういう。もう11だから。で、まあ、6票を目指そうっていうことですよね。6対6を目指そう。彼女と。彼女がいて、かつ1年以上付き合ったことがある人がいるかどうかでしない。今までで、今人生の今までで、人生の中で1年以上付き合った人がいるかどうかっていう。俺は妻いるんで、付き合った人がスキップ。俺妻いるから、付き合ったことある人がスキップですね。はい、人によるのは NG で、こそ言うよ。1年以上付き合った人がスキップ。確かに大丈夫、やばいじゃない、NG するけど。いや、でもまあ誰が入れたか詮索しないでよ、こじゃ。あー、終わりました、終わりました。どっちか、でもさ、配信なんだよ、配信なんだよ。もう一回お願いします、もう一回お願いします。付き合ったことある人はスキップに入れんねん。どっちがスキップ。付き合ったことある人がいたことがある、過去でいいか。岩間、よりにもよって、そんなセンスの問題に。岩間目線、半分より上だっていうことだよね。いや、俺がちょっと、俺妻がいるから、そう、結構オープンだから。確かに NG な人いたわと思った。あー、そういうことか。いや、だから NG な人は岩間に入れればいいじゃん。俺に入れてください、切れてる、俺に入れてください、切れてる人は。そう、本当に。いや、切れてたらもうぶつけるやん。おー、うめぇ、ふざけんな、俺がまあまあうめぇ。岩間うま、一番うまいじゃん。あっちゃん、ありがとう。あ、いいや、一番うまいじゃん、これ。一つまんで質問。素晴らしい、素晴らしい質問でしたね。あぶねえ。いや、でもこれで分かったんじゃないですか。アモンガース配信者と付き合うとある程度長続きするってことが分かったんじゃないですか。確かに。分かるか。いや、半々。待って、半々なんだよ。11人いて、11人で6号ってことは、これほぼイーブンなんじゃない。いや、もうだから成功でしょ、成功。そうそうそう。じゃあ次俺が挑戦者選ぶわ。あ、いいですね。待って、これ成功したら誰か一人釣れるんじゃなかったっけ。だから、挑戦者を選ぶことによって、そいつが失敗したらそいつが終了。なるほど。いいね、おもろいね、おもろい。いいね。だから霊界プケさんだけ、ズズさんで。おお。ええ、
半半になるようなでしょ、うん、ね、じゃあ半々になるようなやつでしょ、ちょっと待って、人生でパーカーしか着たことないは絶対無理じゃん。はいはい、ポンサヘイ、待って、ポンサヘイ、早い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 、ごめんごめん、もうそれかと思っちゃった、ちょっとそれかと思っちゃった。あ、じゃあ、あれでしょうか、それでいいかな、それでいいかな。1個で、1個でもうオリジナルギャグを持っている。持っている人はスキップで、1個でもオリジナルギャグ持ってればスキップ、多分半々ぐらいだと思う。結局なんやかんやでなんか即興で作って持ってるみたいな人いるから。自作に限る、それはオリジナルギャグって、はい、自作に限る。入れましたよ、入れましたよ、俺。自作に限るのか、はい、パロディ、パロディは禁止。まあそれを自分のものだと思えば自分のものなんじゃない。あ、そうか、何人入れるんだろう。深いな。まあズズさんは絶対入れるとして、ね、すげえ。竹尾さん、披露してよちょっと。ねえ、なんだよそれ。みんな持ってんだオリジナルギャグ。え、俺も欲しいんだけど。こんなことあるのか。可能性やろ。やっぱり。え、これアモンガース配信者に振ったら2分の1でオリジナルギャグ持ってるってことになりますよ。そういうこと。オリジナルギャグ、ね、めっちゃ聞きたいんだが。ねえ、持ってる人って誰ですか。出ない、持ってないわ。なんでそこで恥ずかしがってないな。まあいつか披露してもらいましょうってことで、じゃあ次ズズさん指名してください。そうですね。あ、じゃあはっちゃんで。ない、俺ちょっと俺以外がいいな。全然用意しなかった。やっちゃった。ギャグじゃなくて、ギャグじゃなくて、絶対絶対ギャグあるんじゃないの。ギャグじゃなくて、本当になんか、なんかギャグでいいよ、はっちゃん。ギャグで受ける。ギャグないわ、俺スキップに入れたもん。半々で、スキップに入れたもん俺。スキップ入れた、スキップ入れた人ある人じゃん。ある方でしょ。ある人だよ。え、ある人に。スキップある人だよ。あ、やべ、俺ないのに。あ、間違えちゃった。ちょっと死んでたじゃん。あ、ずっと死んでたじゃん。あ、マジか。もう死んでたよ。マジごめん。何、なんで俺が指名したことによって俺が負けんだ。どう計算から俺が取られた話なのこれ。なんか問題出して、その分の責任を取ればいいんじゃないですか。じゃあ、そうだな。じゃあ、ショートヘアの子が好きだ。どう？これ。ロングかショート派？ロングヘアかショートヘアのどっちかって言ったら、ロングショートの方が好きだっていう人はスキップ入れてください。四人のな。入れた。四人の短い人なんかを入れました。ロングの人は僕に入れてください。ダメですか？うわ、これちょっと。どうしよう、俺自投票になるんだけど、これ。いや、日によるな、これ。日による。日による。今日はね、今日はでも、今日はな、選べないわ。スキップに入れれたかな、今。まあな、髪で判断できないから。今日ショートだったな。でもそうだ、今ちょっとミスったかも。ショートは髪の長さどれくらいですか。ショートはもうこの頬にこうスッてなる感じですよね、やっぱり。そのぐらいね。いやな、フェイスラインにスッて食らうぞ、はっちゃん。縮めると、いや縮めるとやばいぞ。うますぎる。うますぎる。天才じゃ。これがこのゲームの必勝法だ。美しい夏もこれ。イエスイエスイエス、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、無事このゲーム、アベレージゲームを制した。アベレージゲーム、平均のね、うん、名付けました僕が。なるほど。こうなってくるとプテハイスさんが今のところ一番下手だよね。一番下手でした。それじゃあ私はっちゃん指名させていただきます。アベレージ君お願いします。わかりました。アベレージゲームのゴンゲ、実際平均ね、これは取らないと。高校の制服が学ランだった人はスキップ。多いか、多いな。高校ね、高校ね、高校ね。ブレザーはアベレージに入れると。あー、でいいと思います。私服とかの人も阿部さんってことですね。あ、私服そうです。私服も僕でいいと思います。高校行ってない人は、高校行ってない人は阿部です。まあ、いるかもしれないから。まあ、そうだね、いるかもしれないからな。中学は、それはね、切れてるからね。
今回は高校で行きましょう。学ランだけスキップね、じゃあ。はい。うん、学ランスキップで。学ラン以外途中から行かなくなった人はどうすればいいですか？なぜだろう。アベレージ投票。それはもう、切れてるから、アベレージ投票で。切れてるから。切れたよ。高校行けよ、草。減ったやな、アベレージ。アベレージゲーム下手くそやな。みんな下手くそやな。ブリザーだよな。僕と竹尾さんあとやってないの。あ、じゃあいいかだね。どれも。あ、かな。あ、のちさまか。じゃあ。もうガンガンやる。絶対やりたいよ。僕がやりますじゃあ。あ、じゃあ僕が行きます。じゃあ僕が行く。クロム、あ、え、クロムさん、どうぞ。あ、はいはいはい、どうぞ。はいはいはい、どうぞどうぞ。難しいね、今の。今の難しいね。じゃあ、今までで、はい、家の鍵をなくして家に入れなくなったことがある人。わぁ、真面目だ。面白い。スキップ。なくしたことがある人はスキップ、はいはいはい、ない人は僕に投票してください。入れました。なんなら今ないわ。ないな。あ、行っちゃった。なんなら今ない。なんなら今ない。じゃあどこから配信してんの。いや、どっかにやる、多分。あ、すごい。おお、うまい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 。スキップボタンもう10回ぐらい押せるわ、これ。 E ライン、タロチさんでやってないんだっけ。やってはないです。中ちゃん鳥でいいの。めちゃくちゃいいのあるよ。どうぞ。じゃあ鳥で書いたんですけど、句の中身。句、あ、いやいや、先に句の中野知恵、中野知恵、知らんのけ。俺が好きなんだって。先に中野知恵。あ、そっち、あ、黒目か。先に書け、あ、これ先に黒目やって、次が中野知恵ね。あ、なるほど。あ、はい、じゃあ黒でいいよ。ごめん、ちょっとチャットに貼ったんですけど、あれ、僕の女装した写真を貼ったんですけど、はい、うん、もうありますね。で、抱ける人はスキップでお願いします。違う、これは性別の問題なんですよ。それはあなたが女装しようがしまいがいいんですけど。あ、違う、あの、女性だと思ってください。よ、あー、なるほど。女性だとした場合、恋愛対象の方は、僕でも方スキップで。でもな、僕なんか倫理的な問題があるからな。うん。抱ける人だよ。恋愛対象の年性別として。抱けるっていうかね。これはいけますね。これはスキップマックスですね。これスキップいけます。抱ける人はスキップですね。抱けるっていう質問ダメだろ。そもそもショートが好きだからな。さっきの岩間の質問で結構あれだ。あ、まあ。抱ける人はスキップで。大丈夫だよ。霊界のチャンス。そうなんだ、俺だけか、抱けるの。俺だけか、これ。かわいいじゃん。かわいいじゃん。すげえかわいいじゃん。なんなんですか？みんな嘘ついてません？あ、だって、あ、無理だよ。あの子がはっちゃんのことめっちゃ好きだって言ってきたら、俺は全然いいけど。まあまあまあ、はっちゃんかい、もう一人のスキップ。いや、まあそう。じゃあ最後締めていただきましょうか。締めてもらえますか。うわー、俺でも真面目にいいですか。はい、今現在、はい、の中身、財布に入っているお金、うん、所持金、現金ですね。うん、うん、何苦しそうな。3万以上持っている人はスキップ。現在見なくても分かるわ。俺も見なくても分かる。今日使ったから見なくても分かる。財布持ってないわ俺。長内以外も入ってたらスキップね。財布持ってない。あ、そうやろ。あ、そう。財布持ってないんすよね、僕。なんか下にあったぞ。ナイスー！え？あ、勝ったな。あ、ナイス勝利、ナイス GG。 ナイス。いやー、グーゲーム、グーゲーム、いいね。父さんがガンツみたいに死んでた。ポーンって言った。いいっすね。いやー、楽しそうだったな、みんな。いやー、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。
ありがとう。もっとやりてえ。てかこれやりてえな。うまかった。うまかった。二次会とかでやりたいですね。やりてえ。やりたいね。うん。じゃあアビレージゲームってことで。あ、急になんか名前の権利を手柄まで取られたからね。手柄まで名前つけられたらもうおもろかった。天上天月なく花火かな、どこしへと刹那の出会い、するまちはするまちはするまち、わー